はい、どうも皆さんこんばんは、小西克幸です。皆さんこんばんは、沖瑠璃子です。はい、というわけで今週もこの2人でお送りします。はい、お願いします。この2人以外ではお送りしません、はい、はい。さあ、というわけで、はい、アクさん、今週は何買った？私が聞かれるんですか？私が聞くパターンじゃなくて俺たちもう毎週なんか買ってるからさ。小西さんがおすすめしてた、うん、あのヘッドスパ、ヘッドマッサージ買いました。私も買いました。リファの、リファ買いました。リファだっけ？そう、話を聞いてなんかいいなって思っちゃって。あれすごくいいでしょ。すごくいいです。あの機械なのにものすごい人に揉まれてる感じしない？なんか揉まれるやつとなんか洗うやつあるじゃないですか、うん、洗うやつ知らない。洗うやつやったことないの。あ、まだ使お風呂場で使ってるのに。洗うやつってどういうことなの？なんかこう先っちょだけ付け替えるんですよ。え、なんかこう、そんなんついてた？え、ついてます、ついてます。マジで？なん、嘘で、知らない。俺の違うやつじゃない？俺のディファとかそういうやつじゃない？いや、なんかリファの、うん、なんていうんですか、こう優しい先っちょ、うん、と、なんか洗う方はこうちょっとトゲトゲしてるんです。なんかさ、あの先っぽがちょっと丸くなってるさ。あ、そうです、そうです。コームの先みたいなのがさ、4本くらいついたやつ、タコの足みたいなやつあるじゃん。あ、そうです、そうです。それがなんか多分揉む方のやつで。あ、揉む方なんだ、それが。なんか洗うやつ別についてたんですよ。俺の知らないやつ、俺の箱どっか入ってるかな。多分入ってますよ。これぐらい、これぐらいの箱です、僕のは。なんか結構綺麗な箱に入って、これぐらいのキラキラした箱に入ってて、でなんかあの側をスーッとこうずらしてパッて開けて、下の中が入ってるっていうやつ。そうです。そこのなんか下の方になんか2つケースついてんなって思ったんですよ、うん、なんかガラスケースみたいなのと、うん、なんかプラスチックのやつ、うん、お風呂で置くようなやつがプラスチックのやつで、うん、それで横にコロコロって入ってました。プラスチックのやつは透明のやつあるよ、俺も。 あります。それは洗面所に置いて、はい、そこにこう置いてる。あ、そうです、そこ置くやつです。それも2個入ってました。なんか2個入ってるお前いくらの買ったのえ、普通に同じ。嘘でしょ。まず前回終わった時に小西さんにこれですよねって確認したやつを買いましたよ。あ、マジで、はい、あ、確認書帰って俺箱捨てようとしてたのにやべえ。難しい、探してください、うん、入ってます、入ってます。あの、メディリフトもいいですから。あ、本当ですか。もしよかったらそれも検索しましたけどでもな、これはなと思ってメディリフトはやってれば、最近はやれてないんだけど、はい、ちょっと時間がなくて、はい、あの、どんどん顔がちっちゃくなっていきます。あ、本当ですか。はい、おすすめですよ。わかりました、うん、ちなみに僕はね、はい、あのナイキのアダプトっていう靴を買いました、はい、お、ナイキのアダプトっていう靴はどんな靴かというと、はい、あのバックトゥザフューチャー、バックトゥザフューチャーで、主人公が、はい、あの靴履いたらさ、自動でキュンって閉まるやつあったじゃん、うんうん、紐が。あれです。あ、それが現実で発売したと。そうです。あの靴を、充電しなきゃいけないんだけど、はい、これってどうやってね、あの電池っていうか自動で動くから、どうやったら動くんだろうと思ってて、はい、で、まあ、要はアプリと連動させてそれを動くようにするんだけど、はい、はい、その前に充電しなきゃいけないから、この靴のどこにあの USB とか挿すとこあるんだろうと思って、そうですよね、一通り超えてみたんだけど、はい、あれないと思って、はい、これどうやって充電するんだろうと思って箱バーって開けてったら、これぐらいの薄い板が入ってて、この上に置いて充電するんだと思って。すごいよ。だ、それをだからその上に置くと、はい、靴の側面にプラスとマイナスって言って、はい、紐を締める緩めるってボタンがついてるの。で、そこがね、ピカーって光って、買っちゃうよ。充電終わったら緑に光るのかな、はい、すごいよ。それを3足買いました。なんでですか違うんだよ。なんで違うんだよ。それを買って1足でいいでしょ。それを前からずっと欲しかったの、はい、ずっと欲しくて、はいはいはい、何回もチャレンジしてるんだけど、はい、朝9時から抽選ですみたいな感じで、はい、何回もチャレンジしてるんだけど、はいはいはい、1回も勝てなくて、はい、で、ある時パッとこうサイト見たら、はい、余ってる、俺の靴のサイズと思って、はあはあ、で余ってると思って買ったの、はい、で買って、いや他にもしかしたら余ってるかもしれないと思ってネットちょっと検索したのよ、うんうん、でそしたら5000円ぐらいちょっと高かったのかな、うん、原価より、はい、でそれがめっちゃ安いと思って、もう倍ぐらい値段になっちゃうから、うん、あ、安いと思ってそれを買ったら、で小野坂さんに、あ、小野坂和也にごめんなさい、急に出てきてごめんなさいね、あの毎晩一緒にゲームやってるから、はい、小野坂さんに、はい、ナイキのアダプトっていうのがあって、うん、知ってますって言って、はい、あ、あれかって話になって、これめちゃくちゃ良くて売ってるから買った方がいいよって言ったら、はい、俺買うわって言って小野坂さん買って、はい、そしたら小野坂さんもう一足買えたみたいで、はい、なんで買えたの、どこで売ってんのって言ったら、いや、ここで売ってるよって言って教えてもらって、あ、ここで売ってたんだと思って、それを俺も買った。なんでですか。だから3足になっちゃった
いや小野坂さんの下りからもう一足買うまでの流れがちょっとよく分かんなかったですけど、いやもう売ってる時に欲しいんです。まあ、でも今の話聞いてるともしかしたら将来的にこうで、まあね、値段とかが上がって資産になるかもしれないですよね、うん、まあ本当は今日履いてきてみんなに見せたいなと思ってたんだけど、はい、最近雨じゃないですか。だからちょっとね、そうそうそう、なんか電池とかあると怖いですよね。どうなっちゃうの？いや大丈夫じゃない？さすがに防水だ。そういうのはちゃんとやっぱ考えてると思いますよ。ただ、自分 の、 あの靴のサイズより、ちょっとだけ大きいサイズの方がいいです。あでもナイキってちょっとちっちゃめのイメージあります、うん、僕は20大体28ぐらいの買うんだけど、はい、28.5 とか僕の場合だったら買った方がちょうど足にぴったり合うぐらいかな。なるほど、うん、はい、なのでもしねあの、うん、ナイキアダプトをね買おうかなと思ってる方はです、ちょっと大きめ買った方がいいと思いますよ。ペイフェスで履いてくださいって言われてますよ3月に。いやちょっと履けたらいいな俺とマサイで履くわじゃあ、はい、バスケットシューズのやつを買ったからねさあというわけで、はい、この番組ですね、超エンド G プラスでアンドキャスターは週刊テイルズの部屋をご覧の皆さん、この番組はアニメ声優好きのための動画アプリアンドキャストを通してバンダイナムコエンターテインメントから発売されている RPG テイルズオブシリーズの魅力をお伝えしていく番組でございます。はい、そして今回から番組の内容プチリニューアルしてお届けします。まあ前半はですねお便り紹介やテイルズをもっと好きになるコーナーお送りして、後半はたっぷりとゲーム実況していきたいと思います。ということで、はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しております。テイルズオブシリーズの思い出や僕たちへの質問など何でもお待ちしております。さらに今回もあれやります、テーマメールを募集いたします。今回のテーマは、うん、あなたの世界を変えた作品はです。先日のテイフェス2020オルタナティブをご覧になった方はご存知だと思うんですが、うん、テイルズのキャッチコピーが発表されました、うん、はい、あの出会いが世界を変えたんだ本当にいい、というキャッチコピーにちなんで、うん、皆さんがテイルズオブシリーズとどんな出会い方をしたのか、うん、そしてどんな風に目の前の世界が変わったのかといったことを聞いていきたいと思います。なるほど。例えば例えば、うん、なんかショップで流れていたシンフォニアのムービーが、うん、に釘付けになったとか、あもしくは、テイルズオブシリーズが好きというきっかけで、お友達ができたとか、あいいですね、そういう感じのものを募集していきたいと思います。いやもう3月のテイフェスでまたみんな友達作ってもらいたいですね、ぜひとも、はい、ちなみにテイフェスオルタナティブって番組、はい、1時間半ぐらいで収録する予定だったのに、なんかYouTube のやつ見たら2時間14分になってて俺たちどんだけやってんだと思ってまあでももったいなくてカットとかしなかったってことですもんね。カットしなかったんだと思って、そういうことですね、ずっと喋ってたもんみんなで、あれ面白かったから、まだ見てないよって方いらっしゃいましたら、はい、多分まだねYouTube の方にあると思うんで、ぜひ見てください、よろしくお願いいたします。さあというわけで、これからテイルズオブシリーズをやってみようと思っている方は、今どの作品が気になっているかなど教えてくださいね。お便りはすべて投稿フォームから普通歌を選んでください。アンドキャストのアプリでご覧の方は視聴画面の上にある詳細からお手紙マークの投稿を押すとお便りを送ることができます。放送中はぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。さらにこの番組の公式ツイッターもありますので、週刊テイルズの部屋で検索してフォローお願いいたします。こちらのツイッターからもメール投稿フォームへ飛べますよ。それでは始めていきましょう。アンドキャスターは週刊テイルズの部屋スタート。というわけで始まりましたこの番組でございますけれども、はい、まあ、今週のテーマ、あなたの世界を変えた作品はということで、今皆さんのですねつぶやきのをちょっと見てたんですけどね、はい、素敵な方いらっしゃいましたよ。ディスティニーの話題で盛り上がり結婚です。すごいでもゲームきっかけとかなんかそういう趣味きっかけの結婚ってされる方いるじゃないですか、うん、それがテイルズでもいるとはってとこですよね。いや絶対、まあ、でもいますよね、あんだけ集まんだもん横浜アリーナに。そうですよ、そうだよ、ちょっとなんか何人か分けてくれよ俺に何人か一人にしてくださいせめて一人にしてください。女子から正式に怒られた何人かじゃなくてちょっと選ぼうとしないでください。ちょっとぐらい
もう今よく出ましたよ。もう違うんです。もうほら僕はもうすぐさ50歳になってしまうから今47歳で、はい、まああと死んでいくしかないんですよ。ちょっと選ばしてよ。ちょっとぐらい、ちょっとぐらい選ばしても最後にみたいな言わないでください。まだまだ。というわけでですね、はい、前回からあのテーマメールというのを始めまして、はい、まあ、前回ですねゲームするときは攻め派か守る派かということで募集したんですけれども、うん、まあなんかあのいろんな方いらっしゃいましたね。はい、あのね、私はガンガンあの攻撃して攻めますよって方もいたら、うん、まあその場でレベルをずっと上げて、うん、あの着実に進めていくよとかね、いろんな方いらっしゃいまして、まあこの RPG をさこういう風にやっていくっていうのをまあいろんな聞いてると、まあ性格が結構出るのかなって本当に思いますね。あれ青木さんどっちだっけ？私は攻め派ですね。ガンガン行く派ですけど、でも、うん、こう本当それこそ隣で、うん、昔小さい頃とか、うん、あの友達ととか、うんうん、弟いるんですけど、うん、弟と遊んだりとかすると、うん、結構進め方が違うじゃないですか。あ、確かに。横で見てるとなんか、うん、もっとこうしなさいみたいな言いたくなるみたいな。ああそこにいたから僕あったのにとか。そういうところでだいぶこうそこが生まれるということは、うん、メール募集したら絶対ね別れるだろうなと思ってました。うん、さあ、ちなみに、はい、攻め派が6割守る派が4割ということ で、ねうん、もうちょっと分かれるかなと思ったら割とこう平均というか、はいうん、半分半分ぐらいでしたね。でしたね。うん、うん、やっぱいろんな遊び方があるんだなって思いました、ね、いやみんなからさいろんな遊び方聞いたらさまあなんか それぞれあって面白いよねやっぱりね。面白いですね、うん、俺はまあどっちかっちゅうと、うん、まあ、はい、ガンガン攻めるけどガンガン攻めながらガンガンレベルをその場で上げていくっていうタイプ。わかりますね、うん、ちょっとこう両刀というかなんというかそうそう使い分けながらやっていくパターンの方が、まあ、いいとこ取りなパターンですよ。だからあの本当、うん、大人数の中からちょっと選ばせてくださいね皆さん。よろしくお願いします。はい、さあというわけでここからですねリスナーの皆さんが届いたお便りの方をちょっと紹介していきましょうかね。はい、はい、あやさんからいただきました。ありがとうございます。小西さん、あきさん、こんばんは。こんばんは。シンフォニアの頃は高校受験を控えた受験生でした、うん、ゲームは封印と決めたのですが、うん、弟が楽しそうにやってるのを見てしまい、はい、誘惑に負けて夜中にこそこそ遊んだのを思い出します。はい、今はゲームのやりすぎはダメよと子供たちに言っている手前やっぱり夜中にこそこそテイルズの部屋でのゲーム配信は一緒に遊んでる気分にさせてくれるので私の癒しです。これからも頑張ってください。いやもうゲームは ねもう子供の頃はめちゃくちゃやって、俺もだから、はい、僕ぐらいの時は、はい、あのゲーム機本体を隠されちゃうの。あ、勉強しないから。でもありましたありました、うんうん、で親でも隠しても大体どこに隠すかなっていうの分かるから、まあ大きいものですね、家の親がさ仕事で家にいない時に、はい、探してきて出して、はい、そろそろ帰ってくるかなっていう前までやり続けるのよ。でそれやってたらやっぱバレるじゃない。そうですね。でそうするとさもうアダプターだけ完全にどっかに隠されちゃうわけ。あ、アダプターないとできないから。そういう隠し方だ。はい、そうもうそういう風にねもうゲームの方はね制限受けてました僕は。なんかこうちっちゃいゲーム機とかだったら、うん、なんかこう布団かぶってとかでこそこそ夜できましたけど、大きいとちょっと難しいですもんね、うん、あ、今うち取り上げ中って書いてありますね。まあ、でもゲームをやることによって、はい、なんかいろんな経験もできたから ね、それはそれで感謝してます、うん、まあ、もちろんそればっかになっちゃうっていうのはゲームに限らず何でもね、うん、そのなんかね、そればっかり本当に四六時中っていうのはあれですけどでもやっぱ遊びたい時期は遊びたいですもんね。そうね、ね、だから難しいですよね。まあ締め付けっていうのはあれですけど取り上げるのもいいですけど、まあたまにはね遊ばしてみてあげてください。はい、もう一つだけいきましょうか。はい、はい、チップスターさんからいただきました。はい、ありがとうございます。小西さん、秋さん、スタッフの皆様こんばんは。こんばんは。小西さん、テイフェスウォルターお疲れ様でした。ありがとうございます。とても楽しかったです。はい、完成度の高いロイドやゼロス、そして落ち武者の映像が見れて幸せでした。またテイフェスでコスプレ会やってほしいです。青木さんにはぜひ司会のアシスタントとして来てほしいです。青木さんはさいつテイルズ出る？あ、そんないつどのゲームに出たい、どのゲームに出たい、久しぶりにそのバンダムさんが来てるからって、うん、そうだよ。いやいや、ちょっと俺たちから目をちょっとそらしてましたから今。そうそう、今そうです。いやいやいや、ぜひ出してくださいね。青木さんを。機会があれば、私、機会がなくても私お手伝いできるような何かがあれば。ぶっ込んでください。やめてください。そんな何かあった時に、あ、ぶっ込まれたんだなって思われちゃう。いいじゃん別にさ、こんだけ頑張ってやってくれてんだもん。そのテイルズの部屋をさ、いやいやバンダムさんを代表して世の中にテイルズというものを広めるためにアイドルマスターからやってきたわけですから。いやいやいや、でもなんかほらここは、ね、普段この番組見てる方には誤解ないとありがたいなと思いますけど、でも見てない方から誤解が生まれるんで。どういうこと、誤解が生まれるって？なんていうんですか、ほらズブズブでやってるってこと。そう、いやそういうことじゃないよ。そういうことじゃない、ゲーム大好きだからっていうことで選ばれたわけですから。いや本当にね、すいませんね、うん、本当に、はい、これをご覧のですね、バンダイナムコの皆さんぜひともよろしくお願いします。はい、ごめんなさい。さあ、というわけで皆さんお便りありがとうございました。
週刊テイルズの部屋。さてここからはテイルズオブシリーズの歩みを振り返るこんなコーナーをお届けしたいと思います。テイルズオブメモリーズよっ、新コーナー、はい、さあこの時間はですね、テイルズオブシリーズについてこれまで以上にどっぷり使っていくために歴代作品とともに25年の歴史を振り返っていきたいと思います。はい、ということで、まあ、これまでもね、なんかあの昔のゲーム振り返りたいみたいなお話してましたけれども、はい、7月の2日にテイルズオブシリーズのポータルサイト、はい、テイルズチャンネルプラスもリニューアルされて、はい、歴代の作品情報も見られるようになりました。すごいんだあのポータルサイト。見ました。見た？見ました。なんかゲームやってるみたいな感覚になんない？なんか年代ごとに見返すみたいなのできるんですよね。そうそうそう、あれはね、まだ見てないよって方、うん、ぜひとも見てくださいね。もあれ見るだけでも結構面白いんでね、はい、さあということでそんな歴史を振り返る中で最初に紹介する作品はやっぱりこれでしょう。テイルズオブファンタジアでございます、はい、さあファンタジアプレゼミのテイルズの先輩たちは当時の思い出などぜひお便りやコメントで教えてください。今回初めて触れるという方にも、ぜひその感動を僕たちに伝えてください。後ほどたっぷり紹介させていただきます。というわけでこちらですね、1995年12月15日にクリスマス商戦ですね、スーパーファミコン用ソフトとして誕生したシリーズ初作品でございます。はい、あらすじですけれども、はい、悲しみの涙を剣に変えて少年は今時間を超える、うん、ということで画面に表示されている通り過去と現在、うん、未来を行き来する時空を超えた壮大な物語の作品でした。はい、そしてですねここでこの作品にまつわる豆知識を皆さんにお届けしたいと思いますよ。 お願いします。なんと発売当時はですね、主題歌とともにオープニングムービーが流れる作品は珍しく、スーパーファミコン用ソフトとしては異例で大きな話題となりましたと。あ、スーパーファミコンってもそもそも言葉を喋ること自体がすごかったから、今はゲームって当たり前みたいに喋るじゃない、はい、だからあのタイトルが出るときにちょっとタイトルを言うとか、うん、技、格闘ゲームで技をとか出すときにちょっと掛け声とかさ、そういう必殺技の名前言ったりとかそれぐらいだったんだけど、はい、だからそこでオープニングの歌が流れるってものすごいことなのよ。そうですよね、どんだけメモリ食ってんのそこでっていう、ね、容量的なものがありますからね、うん、いやこれはねすごいですね、はい、そしてですね、シリーズ初作品ということもあり、はい、後の基盤となるシステムが登場しました。同じ直線上に配置された敵味方がリニアタイムで動くリニアモーションバトルシステム、うん、あーこれテイルズといえばね、リニアモーションバトルシステムというところありまして、さあ食べ物系のアイテムで中身を補充しておけばあるごとにヒットポイントが回復するフードサックは、うん、あ、フードサックっていうのあったんだ、そうそうそうだったんですね、俺それ知らないな。現在も受け継がれる料理システムの原型になりました。あー料理じゃなくてフードサックだったんだね、なるほど、はーもうこれみんなの方が知ってると思うよね。そうですね、あまりにも知られた豆知識って書いてありますもん今コメントで。おい知らない人がいるんだよ。そうです、そうですよ、そうだよ、俺はちょっと代わりに伝えてるんだよさあそしてですね、はい、結構移植してまして、プレイステーション版、ゲームボーイアドバンス版、PSP 版と、はい、いろんなのでやってるんだね。最も多くのプラットフォーム展開がされてるとシリーズですごいですね。さあというわけで今回はスーパーファミコンの映像の方をちょっと見ていきたいと思いますよ。ソフトを用意しました。はい、こちらでございます。じゃあ電源入れますよ、はい、お願いします。スイッチ、このねちょっと本体シビアだから接触が、ね、えい、あどうだ来たか。この世に悪があるとすればそれは人の心。めちゃくちゃ喋ってる。もうこれで今容量半分ぐらい食ってますから、この早い早いでも電源入れた瞬間このムービーが始まるのもちょっと今となっては珍しいですよ ね。そうそうそう、普通にさあのタイトル出るぐらいじゃないね。そう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 、最初だってスーパーファミコンみたいな、うん、出ないんだ。えすごい、おこんななんだ。へこれもあって、はい、あそうか、これがオープニングってこと。そうじゃない、これがオープニングか。ムービーがもう始まってるってオープニングムービーか、はあ、デモ画面じゃなくてオープニングムービーなのね。あすげえな、やべえ。いやでもね、うん、今なんか見るとあれですけど、うん、でも当時からしたら相当じゃないですか。いや当時から、まあ時代を感じますけど、はい、いや相当ですよ。だってファミコンからって考えたらね。そうそう、あ、歌、まあ、歌だすごい。やっぱりね俺はね今の綺麗な等身大のキャラクターのイベントも好きだけど、はい、アニメーションみたいですね。このドットのキャラクターたちがさあの動いて会話するだけですごく感情を表現してるっていう、はい、こういうイベント好きなんだよね、はい、逆に今ありますもんね、こういうドットに回帰してるというか、そうあえて ねこういう風に落とし込んで、当時のブラウン管でこう綺麗に見えるようなドットの打ち方みたいなのとか今読むとすごい読み応えありますもん、うんうん、ドットの
のね絵描いてたらしちゃった方の今日はもうちょっと時間がないから紹介できないんだけど、はい、まあ、このファンタジアもいろいろ移植されてるから、うん、どんなにどういう感じで違うのかっていうのをちょっと見てみたいよね。確かにそうですね、うん、今これ本当にね原初のそうそうそうスーパーファミコンの今実機がここにあるんですよ。原初のだからもうちょっと封印されていたこのソフトを再びこの地にみたいな。だってちゃんとあれですよついてるんですよ、うん、あれ取扱説明書も。俺絶対読まないやつ。読まないんですか。読まない。説明書読んだことない。だって買ってもらって、うん、帰りの車の中でこれを読むんですよ。読まない。読っちゃうから読まないもん。早くゲームを家に帰ってやりたい。もう早くやりたいからふーってやってそうですけど、うん、これを何だ一番ゲームプレイ時間でできる時間が短いじゃないですか子供の時って、うん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 、これを読み込むんですよ、うん、すごい覚えてるんですよやったゲームのいい、ね、取扱説明書ってそういうもんです。スーファミ実家にあるなとかっていう方でいらっしゃいますね。塩沢さんっていうね、うん、いらっしゃい。あ、終わったのかな。ちょっとコントローラー取るの怖い引っかかってるよ。気をつけてくださいね。お母さんが掃除とかして通りかかると全部消えちゃうやつです、ね、ああもうそうだよ、ね、あとさ掃除機かけようとしてさこのアダプターの抜かれるの電源あーってやるやつ。さあちょっとだけやりましょうか、はい、ちょっとやってみましょう。お、名前はみ出てる近くに収まってない。名前はみ出てるじゃんこれって斬新バンダムさん斬新これこれねいいんですかね大丈夫かな。じゃあちょっと決定しましょう。はい、もうちょっとクラスでいいでしょう。はい、これでいきましょう。天候を見つるところに我は、うん、うわかっこいい。あ、知ってるこれ。この映像は知ってますよ。説明書インテグネーションだ。キャラクター紹介だけ見ますっていう方いらっしゃいますね。説明書読んでた。最後だ。車の中で酔いながらもだからそんなバカな。ユニットの防止レベル違う。細かいこと覚えてんね。いやでも子供の時とかね遊んだ方とかね多分よく覚えてらっしゃると。あ、ここはねあのこれが続くんで飛ばします。うん、お願いします。そうです。結構喋りすぎて時間がないんだ。もう俺たち悪いところ、ちょっとでも見せたいと思っていたのに、うん、さあ、あ、これダオスだっけ。え、こんなに動くの。貴様なぜここに。お、贅沢。やめろびっくりマーク、かわいい。あれあ、めっちゃイベントやるやん、これすごない。頭からすごい 3D 感がちょっと涙がボロボロ出てくる。当時のこと思い出すんだろうね、やっぱり。これで私の家に代々続いた使命も終わりから。これさ、もうテロップに漢字が出てくる時点でもすごいよね。あ、確かにそうですよね、うん、全部ひらがなとカタカナだったからさ、漢字を表現するっていうのはまずね、文字の文の、ね、すごいのよ。データ使ってるっていう感じですもん。ジュースの月日が流れ、はい、そして早く焦ってるよ。あ、こんな始まるんだ。訓練してる。父さん呼んだ。母さんの風邪具合どうだ。熱も下がったみたいだし、もう大丈夫だよ。で、話して何。お前にやったペンダントについてな。ペンダントは15歳の誕生日に生まれてありがとうしてる。さっきのやつかな。ティッティリッティリン。カラフル、ね、おお、それじゃ彼に行ってくるよ、アミ。あの鳩気になる。ケソルじゃん。あの鳩仲間になるじゃん。今一瞬映ったやつ。あの情緒は？あの情緒は仲間になる。なる。だいたい話しかけたら後ろについてくるから。クラス行くぞ。別に。あの声はチェスターか。うん、あ、父さんごめん、チェスターじゃ約束してたんだ。あ、ペンダントのことは夕食の時にでも話そう。面白い。話せるかな。はい。大丈夫かな。もうこういうのちょっとやめない。フラグやん。フラグですよね。フラグやん。もう会えないってフラグやん、ね、これね。夕食を食べれなかったみたいな。そう、ストーリーが進むにつれ、あ、そのペンダントはみたいなやつパターンね。で、うん、考えて。おもちゃサイクルス。ドキドキするわ、もうこのオープニングだけで。あ、いや、見上がりなんだから。まだすぐデジやめだよ。うん。で、お前心配でね、最近この辺りは物騒だから。チェスラの夢と僕の剣があれば大丈夫さ。村には父さんがいるしね。うんお父さん心配しないで呼ぶほど獲物を買ってくるから。分かった、くれぐれ無理しないで、はい、これ持ってきなさい。アップルグミを手に入れました。この時からあるんですね、アップルグミ。テイルズといえばアップルグミ、うん、トーティスの村。まあこんな感じでね、はい、あ、ハトさん進んでいくと、あ、魚がいる。すごい、魚がいるよ。今だって飛んでチャポンってなりましたよ。すげえ、すげえ、これすごいな。鳥たちょちょちょパーティーに入れよう。私ファミコンは結構やってたんですけど、うん、スーファミやったことないんですよ、ほぼ。あ、ほんか。こんな感じなんですね、スーファミって。
めっちゃ滑らかすげえスーファミ超進化してますね、はい、さあまあこんな感じですね。でオープニングやっぱすごかったな。歌が入ってるのは感動したな。ちゃんと影のとこ通ると主人公もこう暗くなんですね。すげえ、もうこれでだいぶ、もうこれでまた半分ぐらい夜来てますから。そんなにもうゲーム入らないですこれこういうとことかさ、もう A ボタンとか連打しまくったもん。チェスターの家に行って鍋調べてってコメントが来ました。チェスターね、どれどれですかね、これホテルか。あ、下から来たよねチェスターね。ここか、どこだろう。ゴーリになってるよ。ゴーリじゃない、ゴーリじゃないですね。なんかあるのかな。ゴールじゃないな、ゴールじゃないな。あ、こっちやな。あ、これ行かれへん、行かれへん。もう時間が、時間がやばい。文字数制限でグミになったらしいってコメントが来ましたけど。え、そうなんですかね。そうなんだ、ここやな。アップルなんとかにしたかったのかな、本当は。アップル、アップルなんちゃら鍋。皆さん詳しいですね。鍋どこ、鍋どこ、鍋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 、これ鍋、これ鍋、鍋じゃない。どれだろう、どこや、鍋、鍋どこや、みんな鍋どこや。フレスの家の下らへんって書いてあります。下らへん、あ、違う、チェスターのお家の場所かそれ。あー、そうか。どこでしょう。2階かな。もう56分やん。鍋、やばいやばい、鍋、鍋だけ見つけて終わりたい。鍋ない鍋2階って書いてありますよ。2階にあるらしいです。2階のどこだこれ。鍋、鍋、鍋、どれが鍋や、どれが鍋だ、どれが鍋や。鍋は PS から、あ、 PS 版なんだ。じゃあ PS 版にはあるんだ。え、てかそんな追加要素あるんですね。すごいね、細かあれ。じゃあでもキャストも増えてるんですよね。PSP 版かな、プレス版かな、クロスエディションから、まあ何かのタイトルから期待入りかなんか入ってるんですよね。なんか結構じゃあ変わってる要素がたくさんあるってことですね。はい、というわけでもう時間もないのでそろそろ終わらなきゃいけないんですけれども、はい、まあこんな感じで、歴代作品とともにテイルズオブシリーズの歴史をね少しずつ振り返っていきたいと思いますので、うん、まあ、あの次はね何の作品をやるかってまだ決まってないので、この作品振り返ってくださいとかありましたら、はい、ぜひとも皆さん、メールとか送ってくださいね。よろしくお願いしま す。以上テイルズオブメモリーズでした。はい、というわけでお送りしてきました、アンドキャストアワー週刊テイルズの部屋ですが、超 A&G プラスでご覧の皆さんはここでお別れとなります。アンドキャストでご覧の方は引き続きお楽しみください。この後はシンフォニアの、シンフォニアのゲーム実況をお届けしていきますよ。それではアンドキャストアワー週刊テイルズの部屋、お相手は小西克之と青木瑠璃子でした。バイバーイ。さあ、というわけでここからはアンドキャストのみの放送となります。はい、いやー、ちょっとやっぱりオープニングで喋りすぎてしまいます ね。もう何も買わない俺は買っちゃうと喋っちゃうからさ。あれですよ、もっとあの打ち合わせの時に逆に言っとけばいいのかもしれないです、うん、いっぱい喋って飽きちゃう、はい、その話題に。そうです、 いつもその本番始まる2分前ですとか言われてからガジェットの話をし始めるのが、うん、ちょっとこう本番までこう尾を引いてしまう原因かもしれない。いや、だってさ、もう本番ですっていうさ、始まります10秒前ですっていう時までずっと雑談してるじゃんそうですね、俺たち。それがあれなのかもしれない。いや、それはそれですごい楽しいんだけどね。もう何も買わない。やっぱりね、買うことによって、はい、ラジオだったりとかフリートークでいろんな番組で喋るネタもできるから、うん、買いたいは買いたいんだよ。経費にできますしね。お、そんなこと言っちゃう僕はそんな経費なんかしないよ。僕はもう趣味で買ってるもんだから。しないですか。経費になっちゃうけど最終的にはしてるんじゃない。こんなこと言ってる場合じゃないよ、はい、というわけでですね、あ、はい、ちょっとあの紹介できなかったお便り紹介しましょうか。お願いします、ね、はい、誠さんがいただきました。小西さん、秋さん、こんばんは、まさかスーファミ版のファンタジアをこの令和に見ることができるとは夢にも思いませんでした。オープニングもしっかりしていて25年前のゲームとは思えないです。他のゲームもぜひやってほしいです。はい、誠さん、ぜひね、あのこのゲームやってほしいよっていうのありましたらですね、あの送ってくださいね。お願いします。スタッフが選んでくれるかもしれないよさあ、もう一ついきましょう、はい。さあさあ、こちらはよさくさんからいただきました。スーファミのテイルズ・オブ・ファンタジアは、当時小学生でした。友人がやっているのを隣で見ていた記憶があります。データが消えた記憶も今見ていて楽しいです昔のゲームあるやるや。そうですね、お母さん、さっき言ってたけどさ、はい、お母さんが掃除しててさ、本体にちょっと当たったらさ、ビーって、そうなんですよね、お母さんってなるやつ、ね、でもまだセーブができるだけいいですよね。なんか昔はほらセーブできなくて、なんかいろんなメモに残したりとかして、パスワードをね聞いてって、教会とかさ、いろんなとこに行ってさ、王様だったりとかパスワード聞いてさ、それをメモって、あれ
あれない紙がないとかさ、あれなんか一文字違う、あれ違うの、え俺10回ぐらい確認したよみたいな、そうそう、ありました、ありました、ありましたね。でもああいうパスワードでなんかゲームを進めるのってまたちょっと出てほしいな、なんか選べるパターン。あー、そしたらさ裏技であったじゃん、いろいろ。 ありました、ありました、こういうデータを出す、そう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 、ね、ネタ的になんか言葉を入れてったらっていうの、あれってもともと仕込んでんのかね、やっぱり。どうなんでしょうね、なんかすごいレベルマックスの状態で直前から始まるみたいなのとかあったりしますよね。そう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 、初期値が高いとかさ、いろいろあったもんね。もうちょっとメール読む、せっかくだから読めしょうか、ゲームする前に。はい、テーマメールの方ですね、はい、絶対正義さんがいただきました。小ネタ青木さん、こんばんは。私の世界を変えた作品はテイルズオブファンタジアです。今まで敵といえば完全懲悪のイメージだったのが、ファンタジアのおかげで敵にも敵なりの正義があるということを教えてくれました。そこから私の人生観がガラッと変わり、悪は絶対ダメだから、正義だって味方を変えれば悪になる、だったらその人自身の考えを見ようと思うようになりました。本当にファンタジアのおかげです。今では一番大好きな作品です。うーん、もう本当でもそれあるよね。ありますね。もう完全懲悪者って昔やっぱりすごくいっぱいあったけど、はい、ある時からさ、悪にも悪のテーマというか理由があると、なんか例えばこの世界を支配しなきゃいけない理由だったりとかさ、ね、人々を蹂躙しなきゃいけない理由があったりとかするわけじゃん。実は悪いのは人間たちで、人間たちが悪い人のところに勝手に攻め込んでくるもんだから、応戦して人々を攻めなきゃいけなかったとかっていうのもあるし、それって人のエゴだったりするわけじゃない、ね、そのどこの視点に立つかというか、主人公側のね見方をしてるから悪に見えるのであってみたいなのもありますからね、うん、いやそれはあるね。だからゲームってね、やっぱりね、一概にね、やっちゃダメって言っちゃいかんと思うの、うんうん、ゲームから学べることもありますからね、はい、本当に。さあ、うん、というわけで、はい、メールはこの辺にして、また話してると、はい、ゲームできなくなっちゃいますから、そうですね、ゲームの方やっていきましょうかね。はい、はい、というわけで今回もシンフォニアの続きをやっていきたいと思います、はい、前回は、青木さんが頑張ってそうギリギリに倒せました、ボスを倒しましたね、はいはい、やりました。ガンガン攻めて攻めて攻めて、はい、グミをカレーましたグミが、はい、もう本当にさ無駄にアイテムを使い、ボスのヒットポイントを見、そうですね、見ました、見ました。そう、もうアイテムを一回使ったらさ、しばらく使えないってこと忘れちゃうんだよね。そうなんですよ、どんどん使えると思っちゃうんだよね。そうです、そうそう、あれはちょっと危険ですよね、はい、さあというわけでまたスタッフさんの方が進めてくれてるらしいので、はい、今日はどこまで進んだのか確認していきましょう。先週はですね、パルマコスタの人間牧場でマグニスと戦い、はい、無事勝利しました、はい、そしてマグニスとの戦いの後、リフィル先生が自爆装置をセットします、うん、ロイドたちとの戦いで満身創痍になったマグニスは、巫女抹殺の命令がロディルの企みであったことを仲間のフォシテスに伝えようとします、はい、しかしすでに施設内の自爆システムのカウントダウンが始まっていました、うん、施設は大爆発を起こしましたが、ロイドたちは命からがら逃れることに成功、はい、次の目的地ソダ島を目指します。はい、というわけで前回ですね、人間牧場入る前にこんな話をしたのを覚えておりますか。はい、できるかな。はい、こちらね、選択肢ね、僕らはもうね正面突破だっつってね行きましたね、そのまま人間牧場行っちゃったんですけども、はいはい、パルマコスタへ戻るとこんなシーンもございました。名シーンでございますね、ドアは化け物となった愛する妻クララを助けたいがゆえに、これまで民衆を裏切り続けていたということが発覚、ドア総督がですね、ディザイアンの一味であることが明るみとなり、怒りを あらわにするロイド、ふさげろ、正義なんて言葉チャラチャラ口にすんな、はい、この名台詞がねありました。はい、このセリフ私大好きでございますね、うん、コレットの説得によってドアは過ちを認めようとするも、娘キリアの皮をかぶっていた、悪いな、娘キリアの皮をかぶっていた御聖人の王プロネーマのしぼめに背後から刺されます。ロイドはキリアと戦い勝利、キリアは死に際になって、ロイドたちを襲わせようと檻の中のクララを解放しますが、クララは戦いを避け逃亡。一方、自身の罪を認めたドアは人間牧場に入るためのカードキーをロイドに託して息を引き取りましたと、今日はですね、本物のスピリチュアル像を探しにソダ島へ向かいましょうと、はい、ここから始まりますよ。ありました。さあというわけでやっていきますか、はい、ゲーム画面をお願いいたします。今日じゃあ小西さんお願いします。わかった、じゃあこっちから回します。 OK、 はい、ソーシャルな感じでねいきますよ。はい、グミ買ってあるかな。グミ買ってありますか。私あんなに使い果たしましたけど、グミ多分あると思うよ。ありますかね。
あれアイテム左下です。あった。マンバン。あ、でもオレンジ組とか、まあ、いっぱいいっぱいいっぱいいる。まあまあまあ、パナシェル。もう、あ、スペクタクルズ7個もあるよ。めっちゃレモン組この間パクパクしたんですよ。もうないよね、2個しかないね。レモン組はないですね。うん、60% 回復でやっぱりでかいもんな。そうです、うん、オッケー。はい、さあ、というわけで行きましょう。行きましょう。これもソダ島？ソダ島に来てるのかしら。どこに行けばいいのでしょうか。これこれかな。どうでしょう、これかな、うん、行ってみよう、まあ、とにかく行ってみましょう。ライフボトル不安ねって言う。あ、でもえパルマコスタ人間牧場ですよ。あれ違くない、戻ってますよね、これ戻ってる。あれさっきの目の前だったんですかね。あそこから船乗んだな。さっきのところに入ればよかった。敵出てきた。あ、わざと遠ざかっちゃったってことみたいな。いけいけいけ、俺は丸ボタンしか押さない。俺は丸ボタンしか押さないプレイスタイル。じゃ本当に前回のムービー見た後ぐらいの感じなんですかね、今日の進行具合っていうか。ロイドの体力1000超えてるわ、すごいな。ロイシュに乗れる、さっきのところかな。エンジェルフェザー、これかわいいですよね。チュア、結構体力あるな、ね、敵 ね, ね強いね。自分もでもすごく強くなってますけど。サンドイッチしかできんのかい。サンドイッチしかできんのかい。さっきの画面を見た後に見ると、あ、朝食コレット。どうしたコレット、もうごちそうさまか。調子でも悪いの。悪いの。あ、違うの、ちょっと量が多いかなって。そうか、もう俺のコレットちゃん、いつもより少ないぐらいだぜ。あ、大丈夫、ちゃんと全部食べるから。行こう。はい、俺はもう行く、行くしかねえ。あー、やめて、こっち見ないで。あ、でも、あ、空気読んでくれましたよ。読んでくれました。頑張って。危ない危ない危ない。あ、よし、オッケー。遊覧船なんですね。キャッホー。なんだ、ここから海を渡ればソダ完結船へ行けるらしいよ。めちゃくちゃ渋い。入ろう。入らないとね。入れるとこ入りましょうね、うん、こんにちは、ソダ島遊覧船乗り場へようこそ。かわいい。ソダ完結船の見学にはこの遊覧船が便利です。っていうか、これしか行く方法がありません。そうなんだ。往復で200ガルドになりますが、ご利用になりますか。結構高い。やめとくよ。やめちゃうんですか。まあでもな、確かに200ガルドはさ、ね、もう俺たちはもう本当にあの地図をさ、うん、作ってくれっていうのとかでもさ、10円しか出さない、10ガルドしか出さないんですよ。ケチな連中だからな。ありがとうございます。出せるじゃないですか。ありがとうございます。スタッフさんが集めてくれた遊覧船。あったあったあった。これなんだ、これはあったよ、たらいの船。200ガールドですね、これに、うん、これ200ガールド高いよ。ぼったくりですね、これは。たらいか、たらいか、いい声で、たらいか、うん、あー、面白そう。あー、たらいだって言ってくれないんだね。私はここで待っています。いや、行こう行こうよ、行こうよ。あれ、別に何でもありません。よくってダメだよ、回復してくんないと。いないと、リフレ先生いないと困りますよ、戦闘で。そうだよ、姉さん。あ、かわいい。キャーなんていうの初めて聞いた。キャー、キャーって言うね、それ。水が怖い。顔がスンってしてますけど。瞑想、瞑想してくれ。キャー、楽しみと言いかけたんです。なるほど。お、戦時切って乗る気か。乗る気か、乗る気か。危ないぞ。よく立てますね、すごい体幹ですよね。たらいの上でこう立つことができる。まあ、だから遊覧船なんですよ。なるほど。そうそうそう、これひっくり返らないから、どんな乗り方しても。すごい、一寸法師みたい。もうパッて乗ったらそのまま流れていくからね。あ、そういう、そうそう、海の道があるからね。そういうシステムなんですね。すぐ行けるから、海流に乗って。着いたのね。面白かったね、ロイド。海水が入ってきて転覆するかと思ったら入ってきたのかい。ほら先生。あ、ありがとう。優しい。みんなあれだよ、あのどんどん教えてね、あの先のことをね、先のことをどんどん教えて。こっちです、こっちですって教えてね。情報大事よ。
りあえずセーブをしましょう。セーブ、俺たちはとりあえずセーブするから。そうですそうです、何があるか分からないですから。そう、うん、こっから始められるからね。そしたらね、うん、今のゲームってオートセーブがあるからさ。いや本当に甘えちゃいますよね。 そうそうそう、その場所から始められるけどね。本当にそうなんですよ。逆にこう遡るの大変だったりしますけどね、ちょっと前のデータを。そう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 、あ、ここ来たことある、ここ記憶あります私。えらい、すげえ、間欠泉っていうのはね、周期的に熱湯や水蒸気が吹き上がる温泉のことなんだよ。そうなんですね。おお、知ってるぜ。絶対知らない。あれ、どうしたミコ、うん、あの展望台みたいなところの看板、ほら、うん、看板がどうかしたか。何か見覚えが、気のせいかな。見覚えがある、どういうことでしょうかね。うん、いっぱいいろんな人が来てるね、うん、今から右奥の前にショップに行ってっていうふうに。右奥の前、はい、こっちは名前ってことは多分そうですね。これなんや、これ、これなんや、これなんとかって石板じゃないか。新宅の石板だな。ねっとり喋ります。ああ、だから見覚えがあったんだ。うん、そうか、ここが水の封印なのだな。ラッキー、再生の書なんていらないじゃないか。バカ者、今後の封印のことを考えると必ず入手するべきものだ。さっきとは違う、バカだなロイド。姉さんは何よりも古代文明優先なんだから。ちょっとジニアス君があまりジニアス感がなくなってしまいました。せーの、あい、ため感がやばい。あ、シーナ、あら、シーナなんか呼んどったな。シーナのうなじ素敵ね。ちょっと思いました今。え、こんなうなじ作れるの、こんなでしたっけ。すげえな、すごいなんかセクシーでしたね今。うん、ちょっと大人っぽいね、若いのに。ぐふふ、早速調査、調査調査じゃねえだろ、調査じゃ。しご、大丈夫ですかね、ショップに行けなかったけど。まあ仕方なし、まあ、そういう時もありますよ。うん、うん、シーナ可愛いな。コリン、ポヨーンできた、なんかわいい。コリンすげえフォルムがいいよな。なんか尻尾がソーダ味って感じでいいですよね。ワン、尻尾立ってる、あ、かわいい。覚悟していろ、威嚇、あ、尻尾降りた。ウォードジバーサス犬。何この変な動物、コリンの邪魔をするなんて。うん、全くだよ。飼い主にいるっていうしかね。まあそうです。ナウシかわいいね、ナウシかわいい。はい、どうしたんだ。あの娘入れなかったようだな。何が。ほらほら。いいね、ミコを狙っている例の女暗殺者だ。気づいていたのか。つけてきてたのか。いいね、もじゃもじゃ。気づかなかったのか。俺たちとミニゲームのやり方もじゃもじゃ汗。たまたまだよ、いろいろ考え事してたし。どんな時も気を抜くな、生き残りたければな。おい、あんたは完璧だよ、パーフェクトだよ。どうせあんたはユーはミーみたいに失敗なんてしないんだよな。ミーにもミスはある、大きなミスを犯している。ラッパーや。ミーにもミスはある。え、ミーにはミスはある。失言だ、許せ。やばい、失言、今のが分かんねえな。ミーって言っちゃいましたからね。はい、あ、お魚さんだ、お魚さんいる。フィギュアであれ、チャッチカチャッチャーン。あ、おー、すごい。避けるぜ、俺はレベルが高いから避けるぜ。全部避けれます、あれ。申し訳ない。わ、なんか、あ、人手みたいなのもいますね。あとなんかうにょうにょと、なんかシリサザメ、これか、なんだか分からない。シリサザメ好きなんだよね。シリサザメ使いすぎてすぐね、TP がなくなっちゃう。わかります。なんかあんま TP が減らない気がしちゃう気がします、その技。ちょっと敵体力多くない。まあでもロイド君も結構もう体力が強いな、敵。多分この間の後のデータだから、そんなに育ってないってわけじゃないけどって感じなんじゃないですかね、うん、これまた回復するとこあるかな。あー、この間みたいにですか、うん、
そうでしょう。なるべく、ね、道具変えって言ってる。先に進んでボスは見たいよね。ですね。うん。なるべく敵は、うん、敵は回避していく方向で。そろそろジーニアス売れてもいいんじゃないかというコメントもありますが。マジで？どうでしょうか。誰アウトする？誰がアウトするか。ちょっとなんか行き詰まったらにしてみたい気もしますよね。うん、あいだ、うん、もうめっちゃダメージ食らう。術を使うのから倒した方がいいかもという説があります。これか。回復は今回ないそうです、このマップは。あ、そうなんだ、はい、みんなよく覚えてるね。ボスはジーニアスを入れた方がいいって言ってる方結構いますね。マジか、うん、コレットアウトする。コレットかな。そうですね、コレットアウトという意見もあります。しょうがないか。ボスが結構強いそうです。え、パーティー入れ替え、うん、パーティー入れ替え。ジーニアスくんと、じゃあちょっと入れ替えてみますか。これとごめん、申し訳ない、ね、これここ急に強くなる。ゲームを進めていくためや。うん、よし、オリゴ糖ですか。いいんですか。戦いたくないんだよ。ちょっと先に進もうということですか。人魚の涙を。でもレベルは分かんないですけどね、勝てるんでしょうか。強くなるっていうコメントもありますが、うん、ソーサラリングだ。オッケー。これ何できんの、ソーサラリング。水が出てきたぞ。水が出る。水漏れだ。ソーサラリングは水漏れだ。離れたとこに水が供給できる。なるほど。なんかそういう。何やこれ。サークレット。誰か装備品？装備品やな。ライフボトル。ライフボトル貴重ですね。いいね、いいね、いいね。うん。装備しよう。装備。こういうのだいたいメジクロップね。武器とか買ってないからっていうのかもし、あるのかもしれないですね。ああ、それあるかも。もしかしたら。違う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 。あ、サークルつけてんじゃん。うん、じゃいいか。じゃ大丈夫ですね、うん、行ってみよう。これやな。お、これじゃないの。違うんだ。その板は何ですか。調べよう。もう少しで傾きそうだ。もう少しで傾きそうだ。水を入れるんですよね、きっと、うん、それは何ですか。どこに入れるんだ。下かな、下。ん、なんかそこの空き瓶みたいなのちょっと気になりますよね。ね、うん、そこは火です。右の壺。右の壺？これじゃない？壺。調べたりね。調べたり。うん。炎を。閉まっている。炎を先に灯すって言ってますけど、どういうことなんだろう。ソーサラリングを戻す。属性変えなあかんちゃう？多分。あら。なんこれ。なんだ？解きますか。解きましょう。はい。ああ、なるほど。え、ソーサラリングってどうやったら戻るんですか？ここに行って、これじゃない。あ、なるほど。で、先に火を灯してからっていうことですね。水にするんですね、じゃあ。なるほど。こういうことですね。これ真ん中も灯るのかな、これ。真ん中は違うの。うん。ですね。で、ここで、うんうん、こう行きまして。それで、お水をにすればいいんですね。もうトントン進めるためにね。もう、俺すげえ今黙ってたな。生放送なのに。今までで一番今真剣にやってたかもしれない。ちょっと早く進めたいと思って。よっしゃ。オッケー。キー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 。みんなのおかげで謎が解けたよ。ねえ、でもこれもね、本当はゆっくりやって悩むのもね、醍醐味なんですけどね。うん、今日はちょっとじゃあメールもいただいてますから、メールも紹介していこうと思います。さやしーぬさんからいただきました。小西さん、おきさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私の世界を変えた作品はアビスです。これどうやってしまうの。確かに、そこさっきのとこは下行けるんですかね。私は当時パズルゲーム以外やったことがなかったのですが、私の兄がアビスをプレイしていて、それを見たときになんて面白いんだと激ハマりしてしまいました。そして兄とゲームの取り合いで初めて喧嘩したのもアビスがきっかけでした。なるほどね。アビスいい話だもんな。でも確かに兄弟いるとどっちが進めるみたいなのも、あといない、いない間に進めるなみたいな。本体が1個だからさ、あと上書きされてたりとかさ、ね、データを消されてる時もあるじゃない。はい、
あれはもう本当ぶん殴ろうかと思うよね。そう、私あの先に私がプレイして終わったから弟にやっていいよって渡したんですよ、うん、そしたら間違えてこう連打してたらセーブデータを上書きしたっていうことがあって、帰ったら弟が土下座してたことがあります、ね、家に入った瞬間土下座しててなんだと思ったら姉ちゃんすまん俺はやっちまったとそして謝られました。続いて司教さんからいただきました、はい、テーマメールの投稿です。私はエターニアです。初クリアしたテイルズというのもあるのですが、とあるキャラが最後に言うセリフ、別れは終わりではない、うん、と、とこしえに思うことこそ共にあるということなのだが、今でもずっと忘れられず、テイルズにどっぷり浸かるきっかけとなりました。なるほど。といただきました。そうかそうかそうか。うん、やっぱ初クリアってのこうなんか思い出深いですよね。チョコリさんが真剣にプレイをされてる。あ、開けない？さっきなんかどっか開きましたよね。どこ開けたんですか？あれ？あれこれし、ここが閉まっちゃうってこと？すみません、火を消してってコメントがあります。あ、なるほど。先にあっち行かなきゃいけないんだ。わかった。わかったわかったわかった。先にあっち、あっち行って下のをやらなあかんってことやね。それをやってからってことですか？そうか。なるほど。ちょっと今やっと謎が分かったぜ俺。あーせっかく避けれたのに惜しい。調査開始はい、続いてまた再びテーマメールいただいてます。クローバーさんからいただきました。こんにちは、おきさん、スタッフの皆様こんばんは。こんばんは。本日も本当に楽しみにしていました。ありがとうございます。さて僕はお恥ずかしい話ですが、この番組がきっかけでテイルズオブシリーズを知りました。いや、そんなものは恥ずかしい。いやいや、いいんだいいんだよ、知ってくれただけでいいんだよ、ね、そうです。そして先週の土日に動画配信サービスでシンフォニアのアニメを全話見ました、うん、おーすごい、マジでありがとう。全話大号泣しました。本当に涙なしには見られませんでした。シンフォニアを見て改めて一人一人に仲間、友情、家族、親子、それぞれの大切な人や場所、うん、思い出などがあるということを教えていただきました。これからも他のテイルズオブシリーズのアニメ、うん、そしていつか必ずゲーム作品もプレイしてみせますと、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。やシンフォニアのよくこのシンフォニアってものすごいボリュームだから、はい、それをアニメーションに落とし込んだなと思って、うん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 、それがすごいよですね。まあちょっとねゲームプレイしようとするとちょっと環境がないとかあるかもしれないですけど、うん、確かにアニメとかだったら今はね配信サイトとかもありますので、はい、まあ見ようと思ったらね、そうですね、見やすいは見やすいよね、うんうんうん、ぜひねその遊べる環境のある作品遊んでみてほしいですけどね。これはなんだ、あそこに行くんだ、そういうことか、閉まんないようにするのか。よいしょ、マークがついてますね。ああここに、うん、OK、 OK、 勝ちって言いましたね。勝ち言うた。さあここでも同じギミックをいや今のはしょうがないです、今のはもう受けれない。だってもう車幅がかなり、うん、あかん、ダメだ、嘘つけ選ぶな今。あ、なんかすごい後ろのやつ倒したいんだけど、そっちが先にっていう説がありましたね。うん、そうなんだよ、魔法使うからさちょっと鬱陶しいんだよね。強今日はギリギリまでやるからみんなゲーム。そうですそうです。今日あのお知らせも終わってるから、お知らせ終わってるからギリギリまでやるから、それを多分読んでお知らせを先にする構成に変わったんだと思うんです。さあメール行こうか。メール行きますよ、はい。宇田ドームさんからいただきました。私の世界を変えた作品はテイルズオブデスティニー2です、うん、ある程度 RPG にも慣れたあの頃、この世の理不尽、負けイベと決めつけないこと、中ボスがラスボスよりも強いことがある、この3点を同時に教えていただきました。そうです、かの有名なバルバトス・ゲイティアという存在です。初めてプレイしてから15年くらい経過しましたが、未だ彼を超える敵キャラには出会えていません。OK、うん、バルバトスさん強いってね、皆さん言いますもんね。みんな大好きだからバルバトス、うん、さあなんか今食らってますね。そうなんです、負け入れね、確かに決めつけないこと。どれや解放話し合おうとか分かりみしかないここの敵は水だから水を禁止にした方がいいっていう説があります。ここは閉まってるか、水の技を使わない方がいいってことですかね。水の技、なんかその術技切るってことですかね。どうなんだろうね、なんかその水の技を使わない方にした方がいいっていうふうに言ってるって方がいますね。そんなこと一個も考えずにゲームしてたら俺ちょっと今日攻めの姿勢が強めですあの家でさ昔当時やってた時も、はい、何にも考えずにやってたよ。
はい、これだからこれだみたいなさ、うん、全然無理だよし、これもう一回変えよう。でここの魚なんて怖くないさ。雷が弱点だから雷に、あーそっか、使う技を絞っとくってことですよね、取捨選択ができるんで、うん、そうそう、ちょっと設定がねしなきゃいけないですからね。これね、今のこの攻めの姿勢、水技使うと回復させちゃうって言ってますね。ジーニアスの技設定、それ以上のダメージを与えたらいいんだろ簡単な話だよ。ライトニングが効きますよって、それ以上のダメージを与えて奴らを倒せばいいんだろかっこいいこと言いながら今スッて厳しさを返しました。そう、避けるのうまいから、うん、うまい、避けるのうまい、避けるのうまいからこいつも避けちゃうよ俺。本当ですか、うん、連戦とは知ってた、今のは知ってました、こうなるって知ってた、今のはちょっとさすがに無理だろうなって。あー違う、あそっち、そうそうそう、お前結構だから考えてるよね、なんかその属性が合ってると回復させちゃうとかさ。そうですね、うん、昔のゲームってあんまりそういうのなかったもんね。確かに、うん、ちょっとあのダメージ軽減されるぐらいしかなかったよね、うん、昔のゲームって言えば。でも自分で遊んでた時とかって、うん、本当気づくような時もあったというか、うん、その年齢とかね、うん、経験で気づくようになった時もありますけど、うんうん、そうね、気づかない時っても全然気づかないじゃないですか。でも頑張ってレベル上げれば勝てるっていうのもまあそれはそれでいいですよ。みんな TP がないからもう殴る、物理シニアスやばいフィジカルで勝とうとしてシニアスやばいオッケーオッケーオッケー、はい、レベルアップした、おオッケーオッケーオッケー。そのためにね今わざとね、うん、なんだ、ゴゴゴゴ朝道ができましたよと。一つ言えるのは、はい、ここまでだな。そうですねちょっと今日は間に合わないかも、ボス戦には行けなさそうな、すごい、ま、すごい避け方でしたね。もう任せてくれ、すごい避けでした、もう人生逃げてきたから逃げるのは得意そんなちょっとちょっとこれ以上の進行は今日は、うん、難しそうやな。ちょっと最近ね延長し気味でこう、うん、なるべく進めようと頑張ってきましたけども、頑張ってもあと5分ぐらい、ライトニングとコガハザンで合体技ができるという説がありますよ。マジで、なんかでもこれなんか来たんじゃないですか、なんかイベント始まっちゃうよなんか来たんじゃないですか、体力回復しないのにね、やばいじゃないですかこれは。大丈夫ですか、はい、帰りてー、セーブをしろと今コメントが、ちょっとすみませんね、間に合いませんでした、ね、間に合いませんでした、ね、間に合いませんでした。これはもう急いでるから、こっちは、ね、こっちは急いでんだ、うん、一回きりのチャンスじゃないですかこれは、もし戦うとしたら。いやもう戦わないですよ、もうパーティー編成をします。オッケー、コレットちゃんを入れてください。でもジーニアスを入れてた方がいいっていう意見がありましたから、クラトス切るか、どうしますかこれは。クラトス切った方がいい、クラトスを切る。アディショナルタイムに、そうです、入ってます今、うん、そうだよ、うん、ちょっと回復しようね、とりあえずTP も入れといた方がいいんじゃない。やりますやります。でもオレンジ組1個しかない。あ、1個しかないよ、買っといてよ。やっぱ道具屋に行けというコメントは正しかったんじゃないですかこれは。ちょっと待って、なんかない、これやばいんじゃないですか、なんかない、なんかない、ピオハン、なんだっけピオハンって、あ、あれか、いいのか。ちょっと困ったなこれやな、これ困ったな、魔獣の牙使うか。クラトスは残しておいてほしいというコメントが今たくさん来ましたね。ちょっと待って、これや、じゃあリフル先生アウト、リフル先生がアウトでいいのか、誰も回復できないこれ、アイテムに頼るしかない。じゃあ行きましょう、それでどうですか。アクアエッジ、これはどれに、ファイヤー、ライトニング、ライトニングを入れ、これどうしたらいいの、これど、忘れるって何ですか、オート、オン、オフ、オン、オート、これでオンなの、あ、そうじゃないですか、これでオンかな、あ、消え、それでもオフっぽくないですか、消えてればいいんじゃないですかね逆に。これでいいんじゃない、これでいいのみんな、わかんない、全然覚えてないこれ。なんか黒くなってんのがオフっぽくないですか、マジか、アクアエッジをオフにしてくださいってコメントが来ました。あ、なるほど、そういうことか、ダメらしいです、逆らしいです、さっきのだと。わかったよみんな、これを愛してるぜ、あ、
OK。いいコメントを言って時間を稼ごうとして。これはファイアボールもオープンしようよ。あ、確かにそうですね。ウィンドカットもオープンしようよ。もういっそライトニングだけ縛りみたいな風にしたらいいんじゃないですか。うん、これでいいよ。氷もなんか微妙そう。効きそうじゃない？効きます？水。うん、これでいいや。よし、じゃあそれでいきましょう。うん、もう TP ないけど。さあ、いけるのか。強そう。見た目が強そう。さあ頑張ってください。押し込みです。これだこれだ。で押してく、いっぱい押してく、うん、ファイアボール。あ、設定がそうになってんだな。あー、そういうことか。変えとけばよかったですね、うん、そういう設定、あれ設定変えるの忘れちゃった。あ、やばい、ジーニアスがお亡くなりになりました。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、もう TP がないからさTP がないからさTP がないからさ、ちょっと困ってんだよ。でもライフボトルはまだあるんで5個あるからな。はい、頑張れ。スペクタクルズはありますか。スペクタクルズはアホやろこれ。スペクタクルズ使ったロイド、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 クラトスも、クラトスもですよ。え、これ無理だろ。だってこれやばくないですか、もしかして。だってもう TP も何もないんだもん。帰ってもらって、うん、で、スペクタクルズはいらないですか。しょうがねえな。やった。スペクタクル使って絶望になろうよ。でも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 減ってますから。いやいや俺たちうるせえな。ライフボトルがもうない。これだって TP ないからさ。TP がないのがやばいですね。ジーニアスがやられたのはまずい。ファーストエイドが間に合ってない。あ、ロイド君もバッタバッタとやられていく。もう無理だよ、無理だよ。だってもうあと1個しかないもんだって。良きところで締めましょうってスタッフみたいなコメントが今流れてきました。これはまず一回全滅しよう、みんな。あ、でもライトニングだ。一回全滅しようよ、みんな。でもそしたらどこからなんですか、これ。セーブしました、私たちダンジョン入ってから。セーブしてない。あ、セーブしてないか。一回した、一回しました。ダンジョン入る前じゃない。画面切り替えてください。さあ、そろそろエンディングのお時間でございます。はい。おい、曲消せよ。お葬式だ。もうあそこがさ、ボスだってちゃんと分かってたら回復したね。っていうかさ、アイテム、ちょっとスタッフさん、なかったですね。グミないじゃん、グミ。やっぱだからみんな帰って言ってたんですね、行く前に。そうか、でした。元気な曲にしないとね。あ、よかったです、はい、さあ、というわけで、ね、最後にメールも紹介しましょうか。メール読んで終わろう、はいはい、というわけで、翔さんがいただきました。攻め攻めのスタイルでいった結果、ボス戦を前に絶望しかない。来週一体どうなっちゃうんだ。スタッフさんが多分進めてると思います。はい、多分この後、倒したロイドたちみたいなナレーション処理されてっていう風な感じで、多分もうちょっと先のあの、あ、出すな。画面出すんじゃねえわ。ゆなさんがいただきました、はい。ここの仕掛けめちゃめちゃ難しいですよね。私はミプレイで見ながら一緒に悩んでますが、コメントを見ながらみんなで解いていくのが面白いです。そう、それなんですよ。我々それをやりたい。ただ負けた。結果負けてしまいました。その事実は変わらない。いやーね、そうですね。でも多分スタッフさんが敵討ちをしてくれるんじゃないかって。敵討ちをして、あの、番組じゃないところで倒してくれると思います。はい、さて、皆さんたくさんお便りありがとうございました。ということで、お送りしてきましたアンドキャスターは週刊テイルズの部屋、エンディングの時間でございます。番組では皆さんからのメッセージを募集しております。メールはすべて投稿フォームから送れますので、公式ツイッターをフォローして確認してください。そしてもう一度ご覧になりたいという方は、冒頭の30分のみとなりますが、7月18日土曜日17時から文化放送超 A&G プラスアンドキャスターは週刊テイルズの部屋で今回の模様をお届けします。その後、バンダイナムコエンターテインメントの YouTube チャンネル、バンナム TV でもご視聴いただけますので、そちらもぜひチェックしてみてください。週刊テイルズの部屋の再生リストもありますので、はい、そちらを保存しておくと便利ですよ。はい、あの、アイテム買えないから済んだ可能性あるっていうコメントもちょっとありました今。そう、本当。いや、でも、まあ、戻んなきゃいけない、ね、戻れば戻れるってさっきコメントあったんで、うん、多分一回ダンジョン出る戻ってね。そうそうそう、
さあというわけでね、テーマメールの方もね毎回変わってたくさん皆さんから募集しておりますので、どん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 送ってください。よろしくお願いします。ということでそろそろお時間でございます。アンドキャスターは週刊テイルズの部屋、お相手は小西克之と青木瑠璃子でした。また来週。